どうも、KU ポニーで監督をしている野崎翔司です。僕はこれまで小中高大学生延べ2000人ほどに指導してきました。その中で感じた教育やコーチングで僕自身が大事だと思うことについて、このラジオでは発信をしていきたいと思っています。さて、今日のテーマは守備の基本練習ということについて話をしていきたいと思います。今日の練習でですね、2年生に守備の基礎練習のやり方について、教えました。で、これは僕が大学時代に、学んだ、守備が上手くなるための、基本練習なんですけども、これを頭に入れてやってほしいなというものもありましたし、先週西さんに来てもらってですね、大事なことを一球一球できることを積み重ねていく、基本練習をしていく、手頃で上手くなっていくっていうことでですね、僕自身ももう一度原点に戻って、守備について考えていかないといけないなと思いましたし、これは僕自身が大学時代に守備が上手くなったって僕自身が思った練習でもあるし、他の選手たち、同級生とか下級生とか、あるいは先輩とかもこの練習をずっと続けていて、早稲田の大学の守備ですねを向上させた練習っていうんですかと僕自身は思っているので、これを伝えたくて、今日の練習は、守備の基礎練習ということをやりました。なので、今日のラジオはですね、できればチームの選手たちにも聞いてほしいなというふうに思いますし、今日指導を受けた2年生は、1年生に、あるいは、6年生とか5年生にも、こういった練習があるよということについて、ことをですね、伝えていってもらえたらなというふうに思っています。はい。で、この守備練習の目的ですね、これをやっぱり最初に分かっておかないといけないなと僕自身は思っていて、今日練習を受けた、子たちには復習になりますし、受けてない1年生とか6年生は、今度2年生に、それを教わるときにですね、こういった目的があって練習をしていたということを頭に入れながら聞くっていうことがすごく大事だし、それが頭入れておいてもらえれば守備がもっともっと上手くなるんじゃないかなというふうに思っています。で、大きく僕自身が考えていることは3つです。で、1つ目が、練習はですね、頭の位置を変えないということで、2つ目が柔らかいグラブさばきを身につけるということで、3つ目が、足との連動ということで、僕自身は捉えています。で、まず1つ目なんですけれども、頭の位置を変えないっていうのは、守備ですね、ボールを追いかけているときになるべく頭の位置を動かさないということが大事かなというふうに、思っていて、頭の位置が動いてしまうと同時に、目が動くと、で、目線がブレるってよく言うんですけども、その動作が起きると。で、目線がブレるとやっぱりボールが定まらないということがあるので、目線をぶらさないために頭の位置を動かさないっていうことが大事で、頭の位置が動く人っていうのは基本的に股関節が、動いてくると。なので股関節の高さをキープすれば、目の位置も安定するっていうことになるんですけども、その練習ですね、よく守備があまりうまくない人っていうのは動いている時に股関節が上下して動いてしまったり、追いかけている時はですね、高い位置、股関節が高い位置にあって、ボールを取る瞬間に、股関節を下げてしまうと。そうすると
目線がぶれるのでボールが落としやすくなったり飛んでるしやすくなったりするので、今日の練習はそういったとこですね。股関節の位置、頭の位置、目線をぶらさないっていうことが、大事になってくるかなというふうに思っています。で、もう一つが、柔らかいグラブさばきということで、ボールが転がってくるときに、まあ微妙なタイミングなんですけれども、ボールと自分の手が、衝突するようなイメージですね。よく、まあ、ボールを吸収しろっていうことを言う人もいるんですけども、ボールを吸収するというよりは、ちょっと若干ボールを押す、ボールが、グローブに入る瞬間に前の方に叩くっていう、僕の中では、まあ呼んでいるんですけど、ボールを叩くですね。まあ、これはグラウンドで説明するとすごく分かりやすいんですけども、自分の体の方から若干ボールの方にボールを押し出すように弾くように、ボールを取ると芯にボールが入りやすくなってですね、ボールを取るときにパチッと、こういうパチッという音が鳴りやすくなります。で、パチッという音が鳴るとどうなるかっていうと、まあ、芯で取れているっていうことにつながってくるので、芯で取れるとボールを持ち替えやすくなると、投げる方の手にボールが入ってきやすくなるので、その練習ですね。で、今日子供たちに伝えたのは、ボールが転がってくる時になるべくボールを吸収するような感じじゃなくて、ボールを当てて、でスピンをかけてボールを返しましょうということを伝えました。まあ、そうするとさっき言ったようにボールを弾くような、当てていくようないうふうな取り方になるので、それは柔らかいグラブさばきにつながってくるんじゃないかなというふうに思っていて、これが2つ目ですね。で、3つ目が足との連動ということで、まあ今日伝えたポイントとしては、右投げの人は、ゴロを取る瞬間に左の足のつま先を上げると、で、ボールを取る瞬間に左のつま先を地面を踏むですね。左のつま先で地面を踏む。そうすると前への体重移動が起きますので、その瞬間に次の動作に移りやすくなるということですね。で、よく見ていると、この練習で、右足とも左足両方とも全体重、足の裏に体重をかけていて、手だけでボールを返そうとする人がいます。そうするとやっぱり手と足の連動が起きてこないので、実際の守備で生きてこないんですね。だから右投げの人は左足のつま先を上げてボールをペアに返す瞬間に足を踏むと、つま先を踏むっていうイメージを持っておけば、実際にボールが来た時にスムーズな体重移動でですね、ボールをキャッチしてそのまま投げる姿勢に移れるということがあります。ということで、この3つを僕の中では、大事にしているポイントがありまして、これを頭に入れておけばいいかなというふうに思います。まあグラウンドではですね、一人一人、個人個人、まあ課題とかテーマが違うので、その都度、じゃあ今日は、君はこれをしなさいとか、この練習だったら、ここがテーマだねとか、いうふうに話をしたりしているんですけども、基本的にはこの3つを頭に入れておいたらいいかなというふうに思っています。で、まあ、最後に、これは覚えておいてほしいのが、ありまして、基本的にやっぱり相手を上手にすることっていうことが、野球の練習ではすごく大事かなというふうに思っています。今日の練習でもペアでやりましたし、ボールを転がす人が相手のことを思って、相手に上手くなってほしいという気持ちを持って、ボールを転がさないと、全然練習の質が変わってくるんですよね。適当にボールを転がしているとやっぱ相手の、上手になるという気持ちですね、
お互いに高め合っていくことはできませんし、ボールを投げる人が真剣にこうやって上手くなってほしいという思いを持ってボールを転がしたものっていうのはボールに魂が伝わってきますから、相手が上手くなることに直接作用してきます。で、これはゴロ捕球だけじゃなくて、よくティーバッティングとかでも、僕は打てるように、投げなさいよということを言う時があるんですけれども、それも一緒でやっぱり相手に打ってねと、上手になってねという思いがないとやっぱり練習していても意味がないんですよね。で、野球って団体スポーツだから、みんなで上手になっていかないとチームも強くなっていきませんし、面白くないということもあるので、やっぱりペアの人がどれだけ相手に上手くなってほしいか、どれだけ相手に丁寧な球を投げれるかっていうことがすごく大事になってくるので、こういったところをですね、上手になってよという気持ちを伝えるようなボールの投げ方をできたら、チームとしても、で、あとはペアの人とも、お互いに切磋琢磨しながら成長できるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで、今日のテーマは守備の基本練習ということについて話をさせていただきました。また質問とかですねありましたら、コメントの方に連絡いただけたら、答えられる範囲で答えていけたらいいかなというふうに思っています。はい、ということで、今日も素敵な一日をお過ごしください。野崎昌司でした。